聖パンテレーモンは、聖教会、非カルケドン派、カトリック教会、聖公会において数敬されているキリスト教の聖人。聖教会においては、聖大地名者、連世者の称号を持つ。一種であったため、自由者、セリオイとも呼ばれる。パンテレーモンとは、最も慈悲あるものとの意。洗礼を受ける前の名は、パントレオンであり、これは、 いかなるときも死死のようであれとの意味である。少年は諸説あって定かではないが、教会の伝承は彼が若くして致命したことを伝えている。以下は教会の伝承に伝えられる聖パンテレーモンの生涯である。パントレオンの父は異教徒であったが、母は熱心なハリスティア人であった。母はハリストス教の教えをパンテレーモンに教えたが、 パントレオンが幼い時に永眠した。その後、パントレオンは父から多神教徒として育てられていった。父の意向により皇帝の寺であるエウフロシムに医術を教えられたパントレオンは学業優秀で皇帝にも気に入られ、皇帝からは将来の寺として期待されることとなった。医術を学びに行く通学路で、 老子祭エルモライから声をかけられたことがきっかけで、母の教えを思い出した。パントレオンは、エルモライから、ハリストス教の教えを受けた。やがて、パントレオンのイースス・ハリストスに向けた祈りによって、道端の蛇に噛まれた少年が助かる奇跡が起きた、ことをきっかけに、パントレオンは洗礼を受け、パンテレーモンと名を改めた。後に、 パンテレーモンによる盲人の癒しの奇跡を見た父も、癒された盲人も、老子祭エルモライから洗礼を受けた。父の永民後、莫大な遺産を、パンテレーモンは使用人や、貧しい者に分けた。パンテレーモンはまた多くの病人を癒し、名声は高まった。その名声に嫉妬した同業の医師たちが、パンテレーモンが皇帝の禁じるハリスティア人であることを皇帝に、 告発して罰することを勧めた。皇帝は怒り、パンテレーモンを拷問にかけて、帰郷を迫った。拷問を受けたにもかかわらず、パンテレーモンが帰郷を断ると、皇帝は、様々な刑罰を試みた。大釜に鈴を明かして、パンテレーモンを沈めたが、パンテレーモンは無事であった。大きな石をくくりつけて、海に沈めたが、パンテレーモンは、浮かんできて無事であった。 猛獣に噛み殺させようとしたが、猛獣は、パンテレーモンの足を舐めて戯れた。鋭い針に覆われた車に縛り付けられたが、無事であった。怒った皇帝が、誰が、このような魔術をお前に教えたのか、とパンテレーモンに問うと、パンテレーモンは、司祭エルモライは、魔術ではなく、ハリストス教の経験さを私に教えました。と答えた。パンテレーモンは、 エルモライが、ハリストスの名のために地名を恐れない人であることを知っていたため、このようにエルモライの名を隠さず述べた。エルモライは皇帝の命令によって、自分を呼びに来たパンテレーモンを見て喜び、昨夜イースス・ハリストスが夢に現れて、これから起きる地名のことを知らせたことをパンテレーモンに告げた。エルモライは皇帝から仲間の有無を問われ、 同居人であるエルミップとアルモクラとの二人を指名した。この三人はその日のうちに撃ち殺された。7月26日が彼らの記憶日となっている。翌日、パンテレーモンの斬首刑が執行された。オリーブの木にくくりつけられたパンテレーモンが祈りを終えるまで首には歯が立たず、パンテレーモンが祈りを終えてから斬首が行われた。すると、オリーブの木は果実で覆われた。 刑を執行した兵士をはじめとしたその場にいた多くの者があるを信じたが、皇帝はなお信じず、オリーブの木を伐採し、パンテレーモンの遺体を焼くように命じた。しかし遺体は全く焼けただれなかった。その後、ハリスティア人たちは、その遺体を丁調に葬った。普及体の一部は、アトスさんの聖パンテレーモン修道院に造されている。 聖パンテレーモン修道院知恵者として、数形を集めるほか、各地に、聖パンテレーモンを記憶する聖堂、修道院がある。アトスさんにある聖パンテレーモン修道院は、アトスさんを管轄する、コンスタンディヌーポリー総主教庁の下にありつつも、ロシア人修道士が集い、教会スラブ語で祈り、ロシア正教会の伝統に則っ,って、方針礼を行う修道院となっている。 セルゲイラ・フマニノフに、自由者性パンテレーモンという合唱曲作品がある。また、ニコライ・料理フに、パンテレーモンを題材にした絵画がある。英民した年について、参考文献、外部リンク同士の間に相違がある。本校では、伝承部分は、基本的に参考文献にのっとりつつ、英民した年については、カトリック百科事典及び、聖教会、 至る生産者協会の記述にのっとった。青年については諸説あって定かではない。ありがとうございます。